ついに最終回、再び千里の前に現れた真島。二人は今回だけはちゃんと次回予告するんですね。黙って。二人は一人のけものにされたタキナの機嫌を直すべくサプライズパーティーを企画する。はい。プレゼントを持ってしてもタキナの怒りは収まらない。渡したイカのぬいぐるみはタキナの M&P によって無残に打ち抜かれ。はい。タケル続き。私が欲しかったのはイカじゃなくてタコだと叫ぶタキナ。真島と千里は共にタコを取りに海へ。何ですかこれ。イカスだろ。タコなんでしょ。イカれてます。おお、成長したなタキナ。結局予告になってないじゃないですか。そもそも予告って何なの。ネタバレじゃない。そういえばそうですね。次回リコリスリコイル最終話、せーの、リコイルオブライクリス。ライクリス。ちょっといいなぁ。ダキラだよ今の。違います。ちゃんとしなさい。